11時13分です未来を歩くな新版 PickMan300 万ユーザーが使っている経済ニュースアプリニュースピックスとコラボレーションして未来を読み解くヒントになるような話題をチョイスして紹介今日はボランティア100万から3万人震災復興への、えー、人で先細りというトピックススにフォーカスします解説してくださるのはニュースピックスの公式コメンテータープロピッカーの久保田,さん,です久保田さんは2001年内閣府に入府。 子ども若者育成支援推進法の制定などに携わりました2011年から2015年までは岩手県陸前高田市の副市長を務めになっていますおはようございますおき今うから3月ということで、はい、3月といえばですね、まあ、11日東日本大震災、うんえー、ちょうど今年で7年になるんですよね,そうですねどうですか7年経つっていうのを聞いてどう思いますか、うん いや、なんか、まるで昨日のことのようなんですけども、うん、なんか、あっという間の七年ですよね。でも、まだまだなんですよ、ね。まだまだですね。<ー>はい、で、今回、あの、ピックしていただいた記事が、はい、ボランティアが、まあ、0万から3万人と。いうことで、これは、要は、ボランティアの数がかなり減っているということですか。そうですね。まあ、あのー、被災地の、こう、実情からしても、はい、その、ボランティアが、こう、できる。 その何かできる場面というのは減ってるので、うん、これは数が減るのはまあある面仕方がないところなのかなというふうには思うんですけど、ね、まあフェーズ的にもう専門家じゃないと、うんはい、あの手を出しにくいような時,時期になってきたってことですか？そういうことですよね。うん、はい。なるほど。うん、ただえー、なんか気になってる点もあるんですって？そうですね。あのこの記事はそのまあボランティアが減るっていうのと同時にですね、うんはい、それからその まあ復興の主な担い手になってるのは地方自治体なわけなんですけども、はい、地方自治体にその応援で行ってる職員各地全国から行ってる職員も減ってるっていう。 そっちの方が私は気になってるんですけどね。あ、そもそもそういう方がいるんですか。そういう方がいるんです。え、これはじゃあ、国から、はいはい、何何市何人とか、うん、何何県何人送ってくださいみたいなことになってるんですか。はい、えっ、ー、とですね、あの国の方では、まあ、強制しているわけではなくて。違うんだ。はい。自治体側が、じゃあ、どこどこの被災地さんに、うちの職員を何人送りますという形で、まあ、ある意味、<あ>自主的に。 職員を出してるんですよ、それをこうなんか取りまとめてるところもないんですか、はい、一応、取りまとめは総務省がしてるんですけども、はい、ただその、例えば、あなたのところは何出しなさいとは言えないので、はい、実際、それぞれの事情がありますので、うですね、なのでこう、ある意味、任意で,です、ね、あのそういう応援職員が言ってるんですね。なる はい、まだ復興が終わっていない、まあ、かなりね、岩手、宮城はかなり終盤まで来てますけども、はい、まだやっぱり人手ってないあの職員の人では必要なんですけれども、えー、そっちはやっぱりこう、ね、もう少しあの引き続き欲しいというところで、なんでそれで減るんですか、はい、事情としてはやっぱりあの震災のことがね、あのもう全国各地ではかなり風化してまして、はい、でそうすると、まあ、例えば陸前高だったら、名古屋市さんとかからあの職員がいっぱい来てるんですけども、はい、名古屋でのこう東日本大震災の。 関心というか薄れるとですね、うん、職員出しにくくなってくるなんで名古屋の税金で雇<う>われてる人たちが<う>もう復興が終わっているであろう陸、えーはい、前高田に行って我々の税金で仕事しなきゃいけないのかってことですか、うんはいまあ、あのお金自体はねあの総務省から実は出るんだけれどもただその名古屋市にとってみれば貴重な労働力というかですね、はいはい、職員がこうあのあ あちら東北に行ってしまうということなので移住みたいな形になるんですかもちろんあの移り住んでですねまあ一年とかの期間が多いんですけれども、はい、うそうやって仕事をするのでまあ、名古屋を留守にすると名古屋,のた,名古屋市のために入った職員なのに名古屋を留守にするということになるわけですから それ市民の理解が得られないとですね、なかなかできないことなんですよね。なるほどね。はい、でもなんかちゃんと説明すれば分かってくれそうな気もしますけどね。うん、まあね、あの明、ー、日は我が身ですからね。えー、実際には、はい、そうは思うんですけどね。あのー、まあこれなんで減ると困るってうどういう例えばその、うん、職員が今どういう人手が逆に言うと必要なんですかその、はい、県外とかきがいから来る。 はい、必要が減っていることが問題なわけですよね、はい、な,なぜまだ必要なんですか、こ年まず復興自体があのコンプリート、まだしてないですよね、うん、例えば仮設住宅にお住まいの方っていうのは、はい、あの東日本ではまだ2割ぐらいはいらっしゃる、まあ、陸前の方はまだ3割ぐらいいるんですけれども。そそれ最盛期の3割ってことですかそうですすかうはい、うんはい でということは、彼らがまだ住宅再建を成し遂げてないということなんですよね。うんはい、でもそれはやっぱりそういう仕事は自治体でしてるので、うん、それをこうやってもらう職員が、ね、足りないと僕はやっぱりあのより時間がか,かってしまうと、うん、いう問題が出てきますよねなるほど、はい、だから結局必要なんだけどその理解が得られなくなって減ってきてるんで、うん、結局、復興のスピードが遅くなると,、はい、ということにつながってしまうと。 いうところなんですね。なえー、そういったその行政単位の、まあボランティア精神みたいなものが。必要になってるんで、はい、まあそれは今の話で言うと、やっぱり我々の理解が高まれば。派遣もしやすいから、復興も。早そうですね。そちらと、まあやっぱりその国全体のこう仕組みとしても、もう少しこう。 きちんとですね人を出す困った時はお互い様じゃないですか、なのでもっと仕組みを構築すべきだと思いますけどねなんで国主導でやらないんですかね、もっとちゃんと。あなた、福岡市2人、金沢から1人とかでこれ集めて30人集まりました、じゃ陸前高田に5人とかってできないんですよね、今は地方分権っていう地方自治の時代なので地方に国が安易に命令はできないっていう仕組み、改められたんですよね。こううい時でも ダメなんですかこういう時でもダメなんですね。でもお互いのね、はい。同じ国民、そして日本に住んでる人の、はい。ま命とか生活がかかってるわけだから、うん。対義的にね、譲り聞いてもいいですね。そうだからまあ命令じゃなくてもね、もう少し国の関与を強めるとかね、何かやり方がありそうには思うんですけどね。ある程度大きな設計図も描いてないってことですよね。国が。そうですね。はい。この中ちょっと不思議な感じがしますけどね。はい。もうちょっとね。 なんかいい方法がありそうな気ががしますが、えー、そんな中でどううでしょうこう一般のこうボランティアっていうのも、まあはい、減ってるっていう話でしたけども、えー、そんな中でこう被災地に足を運んでいく、うん、これは今、多分ボランティア行ってじゃあすぐ需要があるかというと必ずしもそうではないと思うんですけど、はいえー、今も行くってことはこれ大事なんですか、うん、大事ですね あの私は実は先週もですね、はい、あの自分のところのまあ大学の学生をですね15人ほど岩手県の大船渡と陸前高田に連れて行ったんですけども、ねえー、別にボランティア活動はさせてないんですよ行ってもね。じゃあ何をしたかっていうと、はい、あ,のあちらの,その商店街の人の話を聞いたりとか<ー>あちらの高校でね、はい、高校生と。 交流したりとかあじゃあ当時小学生とかだった人たちがどうだったっていう話が聞けるわけね。とかあとその商店街も新しくこう作り直されてるじゃないですか。あで,、ね、で彼らがまたその4月にあの1周年その新しくなって1周年みたいなイベントがあるから、はい、ポスター制作を手伝ってくれって言われてへ<ー> 1>, <laughs> 1周年の <laughs>。 で学生が手伝って自分で写真撮りに行ってキャッチコピー作って1週間2週間ぐらい前にこういうこと手伝ってくれないですかって言われてぜひやらせてもらいますよっていうふうに言ってだからもはやボランティアではそれはないと思うんですけどもま街づくりにちょっとしたお手伝いをしてるみたいな感じですけれども。これは学校のの単位話ですけど 僕なんかもね悩むのは、うん、例えば、うん、そう行くと,例え,ばじゃあ、えー、と例えばね仙台とかもうちょっとその先まで一関とかあの辺まで行くと、はい、新幹線代がまあかかるわけじゃないですか万、えー、らいかかると、はい、これを寄付すべきなのか、えー、行って行くことによってその先で、うん、例えばあの。 お金を落とすことによって復興支援というふうに言うのか、その見ることが財産なのか、はい、この辺はどう考えればいいと考えすか、私はもうその被災地はこう何かこちらが一方的にご支援するフェーズではなくてですね、うん、でこちらが学びに行く場所だと思ってるんですね。ええ、なので将来ね例えば東京だってもしかしたら災害が起こるかもしれないんですけれども、うん、ねそれに役立てるためにあちらから何が学べるかということで、うん、行っていろんな話を聞いたりとかですね、自分のこの防災 関連けてスタディなるほどね震災の直後はみんな思ったと思うんですけど自分の中で風化させないためにもっていうことなんですねもう自分のために言っていいと思うんですよねなるほどねそれがまた復興支援にもある意味で経済的になってくるんですの別にどんな目的であれば来る人は歓迎してますので今のこの時期はですねなるほどはいいうことでなるほどねいろんなその事情が見えてまいりましたにも関わっってらしゃる そんな、えー、久保田さんならではの、えーはい、視点でございましたどうもありがとうございました今回ニュース気になった方詳しくはニュースピックスのサイトにある久保田さんのページをチェックしてください今日の放送は音声プラットフォームアプリヒマラヤでも聞けますピックワンでした